本作品とほぼ同時期に描かれたヘンドリッキエストフェルド・ホテル・ヤーヘルの肖像。ナショナル・ギャラリー所蔵。水浴する女は、オランダ黄金時代の巨匠レンブラント・ファンデインが1654年に制作した絵画である。油彩。レンブラントを代表する作品の一つで、モデルはしばしば画家の若い愛人ヘンドリッキエ。 ストッフェルド・ホテイル・ヤーヘルと考えられているが、主題については、諸説あって、一致を見ない。バテシバやスザンナといった、旧約聖書のヒロインとする説の他に、ギリシア神話の女神アルテミスあるいは、カリストとする説もある。これらの聖書や、神話の女性はいずれも推浴するエピソードを持っているため、本作品の主題となった可能性はあるが、確証はない。現在は、 ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されており、同美術館の初期のコレクション形成において、重要な貢献を果たしたウィリアム・ホルウェル・カーの35点の絵画コレクションに由来している。白いシフトドレスをまとった女性が小川の中に立っている。彼女は濡れないようにドレスの裾を掴んで託し上げているので、両足が水面に映し出されている。その仕草は無防備であり、画家と 親密な関係にあることを思わせる。前に歩いたのだろう。小さな波が足元の水面に立ち、水を感じた彼女は微笑みながら、下を見つめている。右からの穏やかな光が彼女のふくよかな体を照らしている。彼女は髪をバックでまとめ、ほつれた巻毛と小さなイヤリングが頬をくすぐっている。胸元が開けたシフトドレスは彼女の胸を ほとんどあらわにしており、今にも肩から滑り落ちそうに見える。背後の岸辺には、彼女のものと思われる、豪奢なシンクと金のブロケードが折り重なるように置かれている。レンブラントは、シフトドレスを厚いストロークと素早いタッチで、ペイントしている。また、衣装の裾、右腕、左肩などいくつかの部分は、未完成に見えるが、レンブラントは、 画面左下に署名し日付を記している。主題は不明である。女性の背後に豪奢な織物の衣服が置かれていることから、神話、または聖書に登場するヒロインを描いた絵画の素描、または修作であることが示唆されている。しかしレンブラントは、絵画の中に女性の属性を明示する、アトリビュートや物語の場面を特定できるものを描いていない。 最も可能性が高いのは、旧約聖書、サムエル記で語られているバテシバを描いた傑作、ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴の準備集作である。バテシバは、ダビデ王に仕える将軍ウリアの妻で、水浴している様子を目撃した、ダビデ王によって、不定の関係を要求されるというエピソードで知られる。ルーブル美術館の絵画ではバテシバが座り、本作品では、 女性が立っているという違いはあるが、両作品の間には多くの共通点が指摘されている。どちらも1654年に描かれ、豪華な織物が置かれた水辺の近くにいる女性を描写している。また二人の女性像は身体的特徴が似ており、共に赤葛色の髪を持ち、顔の丸い額と花の特徴も似ている。加えて、どちらの作品も、 舞台設定が曖昧であり、女性像も鑑賞者の方を見ておらず、彼女たちの内面を描写することに重点が置かれている。しかし、本作品を絵画の準備素描ないし修作とみなすには疑問が残る。両作品は大きく異なっているし、本作品を元にして完成したと思われる絵画も確認されていない。 また、レンブラントは大規模な絵画を準備する際に、油彩画という手法を取らなかった。レンブラントが同じ年に制作した、自らの倫理観と向き合うバテシバの葛藤を描いた、傑作、ダビデオの手紙を手にした、バテシバの水浴。バテシバのモデルは、ヘンドリッキーと考えられている。ルーブル美術館所蔵。一方、ドイツの美術史やクリスチャントゥンペルは、1986年に、 旧約聖書、ダニエル書に登場するスザンナと考えた。あるいは、ギリシア神話の女神アルテミスとする説も唱えられた。スザンナは水浴びをしている最中に二人の長老から、不定の関係を要求される。またアルテミスは、水浴びの最中に、カルードのアク温オンに裸体を目撃され、残酷な方法で報復する。図像学的な観点からの指摘もある。百八十七年、 ヤン・ファンデル・ワールスは、衣服の裾を持ち上げる女性のモチーフが古代彫刻の影響を受けたジョバンニ・フェデリコ・グロイテルの版画から来ていると指摘した。レンブラントの1634年の作品、アクタイオンとカリストのいるディアナと妊婦の水浴。仲間の従者たちに取り押さえられたカリストは服を着た姿で描かれている。これに対して、ヤン・デアは、パテシバ、スザンナ、 アルテミスは本作品の主題とする説を否定し、衣服を託し上げる女性像をアルテミスの従者であり、ゼウスのコアルカスを身ごもったカリストとして解釈できると主張した。レンブラントは聖書や神話に登場する女性像を描くとき、豪奢な服装をまとった女性あるいはラフで示すのが常であった。ヤンレアがカリストであると主張したのはまさにこの点にあった。 これらの聖書や神話のヒロインは水辺で描かれる際は必ずラフとして描かれるのに対してカリストは妊娠した腹部をさらされアルテミスに厳しく非難されるという物語のために衣服を着た姿で描かれる実際にレンブラント自身も1634年のアクタイオンとカリストのイルディアナと妊婦の水浴でカリストを服を着た姿で描いているしかし レンブラントの新旧のバテシバと同様にかつての作品に比べて本作品の舞台設定は曖昧であり少なくとも絵画の中にアットリビュートと言えるものは描かれていないしかしそのことが作品のプライベートな性格を強めているおそらくこの絵画はレンブラントがモデルをただ知っているだけでなく深い愛情を感じておりどこか はっきりとわからないお側で無防備に喜び合うひとときを彼女と過ごしたことを示している。このモデルをレンブラントの愛人で当時28歳だったヘンドリッキーへと考えるのは説得力がある。亡き妻、サスキアの遺言によって彼らはお互いの関係を結婚という形で公にすることができなかった。そして本作品とダビデオの手紙を手にした。 バテシバの水浴が描かれたこの年に、ヘンドリッキエは、レンブラントの娘、コーネリアを妊娠し、公的に厳しく非難されたのだった。この点について、ヤンレアは、ヘンドリッキエの妊娠とカリストの主題との間に、関連性があることを指摘している。本作品の所有者、ウィリアム・ホルウェル・カー、ジョン・ジャクソンによる1827年の肖像画、ナショナル・ギャラリー所蔵、 本作品の来歴はほとんどが謎に包まれている。同一の作品と思われるレンブラントの絵画が最初に歴史に登場するのは18世紀のイギリス・ロンドンである。所有者はアンドリュー・ヘイという人物で、1739年5月4日に彼のコレクションがロンドンで販売された時、カタログにレンブラントの入浴する女性という作品がエントリーされた。 売りに出された絵画はその日のうちに購入者が現れて売却されている。絵画が19世紀にはグーニディア男爵家のコレクションとしてリンカンシャー、ボーンのグリムソープ場にあったことは確かである。ただし1812年のグリムソープ場の絵画目録には本作品の記載がないため、おそらくそれ以降に取得したと思われる。 最初の確実な記録は所有者の死後の1829年5月9日にコレクションが売却された際の販売記録であり、この時絵画を購入したのがウィリアム・ホルウェル・カーであった。それはカーの死去の前年のことであり、死の翌年に絵画はカーのコレクションの一部としてナショナルギャラリーに依存された。ウィリアム・ホルウェル・カーのコレクションからナショナルギャラリーに入った絵画は、 以下のような作品がある。ありがとうございます。